2010年の第34回世界遺産委員会で登録されたスリランカの世界遺産である。複合遺産として推薦されたが、文化遺産としての顕著な普遍的価値は認められず、自然遺産での登録となった。1988年のシンハラジャ森林保護区以来22年ぶりのスリランカの自然遺産となった。この物件を構成しているのはピークウィルダーネス保護区。 ゴートンプレインズ国立公園、ナックルズ保護森林で、それらの熱帯雨林群は、標高2500メートルに達する。一帯は、カオムラセキラングールやアカホソロリスといった、珍しい哺乳類の生息地になっている。スリランカの熱帯雨林は、中央高地群とナックルズ山地の標高1000メートル以上の低山帯や、それに準ずる湿潤な森林に代表される。 スリランカの喧嘩植物の固有種の半分と、脊椎動物の固有種の51%が、このエコリージョンに結びついており、哺乳類については5種の原生な固有種と8種のニアエンデミックが、蝶類については5種の原生な固有種と20種のニアエンデミックが生息している。この物件はピークウィルダーネス保護区、フォートンプレインズ国立公園。 ナックルズ保護森林という3つの保護区を内包している。ピークウィルダーネス保護区は1940年10月25日に設定された面積22,380ヘクタールの保護区である。ホートンプレインズ国立公園はその東側の境界に接している国立公園でもともとは1969年12月5日に設定された自然保護区だったが、 1988年3月16日に国立公園に昇格した。ナックルズ山地はその北東に位置し、その残存種や固有種の植物賞、動物賞は中央山海の山岳森林とは異なっている。なお、ピークウィルダーネス保護区内にそびえるスリーパーだ。ありがとうございます。